るとお客さんから聞かれた時にも堂々自信持って言えたりしますよねっていうのもあるし、そういうことがあるってことはこの人には向いてる、こういう時にはこれをやった方がいいとかっていうふうにこうイメージが組み立て、施術の組み立てとかにもつながりますので、まあ大きく分けてこんな感じですね。代謝が良くなる、血行促進、神経伝達を良好にする、便通が良くなる、冷え性の解消、アンチエイジング、運動能力アップ、であとまあただほぐすだけっていうのではなくて、まあ整体も含めてだったりしますけど、まあ代謝が良くなる、今まで動いてなかった筋肉や関節が動かされる、あるいはその動きを良くするような、まあ、操作を行うということによって、まあ、さっきの揺らしもそうですよね。ご自身でも体感されましたよね。さっき小さかった揺れが大きく揺れるようになったっていうことになると、使われてなかったところがスムーズに動くようになるっていうことで、その分代謝が良くなる、もう熱伝導というか、まあ、筋肉が使われれば熱も上がってきたりしますし、まあ、内臓の働きだとか位置とかも良くなったりしますからね。こういうのが全部揃ってダイエットにつながったりですとか、まあ、美容、関節の動きが活発になる、筋肉の動きも活発になる、で熱生産力がアップするってことですね。でそうすると新陳代謝がアップして脂肪が燃える、でダイエットって感じですね。こう血管が広がるんですね。筋肉が緩んでくると血管も広がる、そうするとこう血の行き戻りがスムーズになるということになって、暖かくなってくる、冷え性が改善される、まあここですね、そろっていきますけど、それから、神経伝達のスピードがアップします。まあやっぱりこう脳と体のつながりが良くなりますので、そうすると神経の伝達が良好になって、で具体的にどういうことが起こってくるかっていうと、こう満腹中枢が鈍っている人だったら、それがちゃんと早く伝達するようになりますから、ああもうお腹がいっぱいになったっていうタイミングが早くなる、それによって、まあ、またこういうダイエットというか痩せてくるっていうかにもつながってきたりとか、の運動能力アップにつながってくるんですね。まあ、具体的に神経伝達良好になると、まあ、運動能力アップする、まあ、スポーツが上手になるとか、やっぱり転倒防止ですね。お年寄りだとやっぱりこう足が上がらないとか、感覚が鈍いからあるのに気がつかなくて転んじゃうとかいうことがありますけれども、それをこう足の感覚がしっかりすることによって転倒防止につながったり、それから、まあ、あと足のつり、結構足がつるんですっていうのをつらがる人も多いと思いますけど、まあ、それって結構、まあ、冷えがあるからとか、まあ、神経伝達が悪いから過剰に脳から行ってビッて足がつっちゃうっていう風になってますので、あれはこう体の対応力がない人が起こりやすいんですね。急に運動したりちょっと揉んだりなんかすると、それが過剰に刺激になってしまってつっちゃうっていう風になってますので、まあ栄養とかもありますけど、でも元気な人だと別にそんな足つりにくいし、やっぱり体が凝ってる、冷えてる、神経伝達が悪いっていう人がつりやすいです。でそういうのをまあ防ぐっていう効果もマッサージには、まあマッサージにはというか、まあ整体防止にはあるということですね。それからまあこの便通が良くなるってこれ何でか分かりますか？便通って副交感神経なんですよ。はい、これリラックスですね。緊張してると便通悪くなるんですよ。下痢か便秘が多いですね。そうですよね。はい、はい、お腹の調子が悪いのは、まあ、便秘も下痢もやっぱり結構ストレスが多いんですよ。なんで、まあ、リラックスしてその体のコントロールにつながっていく。まあ、さっき言った冷えっていうのも一つあります。温まることによってリラックスしやすい、それから、まあ、温まることによって 内臓の働きが上がると、それから、まあ、ちょっと整体の方にもありますけれども、まあ、こういうふうに縮んでるんですね。中の内臓が縮んでることによって動きが悪くなって、ところを伸ばしてあげることによって
位置ですとか動きを良くするんですね。効果があるんですね。そうすることによって、まあ、内臓の働きが上がって、まあ、便通が良くなるということですね。それから内臓の働きが上がるということは食欲不振ですとか胃のムカつき、なんか胃もたれするとか逆流性胃炎だとかそういうの、あの主症も多いですけど、そういうのにも効きます、うん、あとこう唾液とかもよく出るようになりますから、副交感神経優位の状態、あの結構こうもう口の中の渇きから始まってるんですね、便秘になるような人っていうのは。そういう全体を整えることによってこういう風にしてあの各部働きが上がって便通も良くなりますと。冷え性改善、それからアンチエイジング、これ何でか分かりますか？結構まあそれもそうなんですけど、ホルモン分泌ですね。まあ、さっき言ったようにストレスとか冷えは確かに、まあ、どう良くなるかっていうと、ホルモン分泌が上がって女性ホルモンっていうのが肌を潤わせたりですとか、こうふくらとした体つきで、まあ、要はこう老化していくっていう、まあ、凝りがある状態っていうのがもう老化ですよね。冷えたり凝り固まってしまって、老けていくっていうのを、まあ、和らげていくことによってホルモン分泌も良くなって、で、肌が潤ってきたりですとか、はい、若々しい体を保つということに関わってくるということですね。で、まあ、このような形でほぐしにはこんなにも広く効果があります。だからただこれを、まあ、気持ちいいだけとかなんとなくこう揉んどけばいいかっていう感じよりかは、まあ、こういういろんな意味合いがあるからやっておくといいんですよというふうに、まあ、自分の仕事に自信を持つとかしてほしいなというのがあって、まあ、このように書きました、はい。まあ、この辺知らないとね、ただなんか気持ちよくさせればいいかなとか、まあ、別にあのどんな人でも受けていいんじゃないかと思ったりしますけど、まあ、これだけ大きく体に関わりがあることなので、まあ、重要でもあるし、意味もあるということですね。